はい、皆さんこんにちは、内山隆のノックアウトチャンネルです。今日ね、行われた、デイビス対ガルシアの試合なんですけども、まあ結果で言うと7ラウンド KO でデイビスが勝ったんですけども、いや、すごすぎましたね。うん、俺、まあ、デイビス最初有利って言ってたんですけど、ひょっとしたらガルシアが行く可能性もあるなってことちょっと最近になってちょっとずっと思ってたんですよ。うん、やっぱりなんだろう、デイビス今までだと結構パンチもらうんですよね。雑に動いて相手にもらいながら相手に打ち返すっていうパターンが結構多かったんで、まあ、ガルシアのパンチ力とハンドスピードだったらやっぱりデイビスに結構当たってかなり苦戦するんじゃないかなってことを想像したんですけども、全然でしたね、マジで。1ラウンド見た時はまあデイビスあんまり手出さずに、はい、うん、ガルシアの方が俺は手出したかなと思ってガルシアの方にポイントつけてたんですけども、まあ2ラウンドですよね。2ラウンド結構デイビス、あ、ガルシアがなんかくっついた時に横から打ったりとか結構手数増やして、でデイビスがすごい下がる瞬間めっちゃ多かったじゃないですか。で俺、あ、このままなんかこれガルシアの流れになりそうだなってところでね、相手フックをちょっとこうダックだかウィービングだかみたいなスッと外してからのストレート、やばいっすね。あんな普通こっち普通動いたらこっちがボクシング動きなんですよ、みんな。うん、こっち動いてこれで打ち込むってなかなかあんなのできるやついないですからねすげえ倒し方でした。やっぱりデイビスすごいっすね。その瞬間の動きっていうのは本当スローで見てやっと分かるぐらいの速さ。そうですね、本当にもう一瞬だったんで、うん、多分結構見えてなかった人いると思うんですけど、うん、だからなんだろう、本当にもうガルシアがちょうどいい感じで勢いづいてきて、ね、試合の終わったコメントでも言ってた通り、2ラウンド目でもっとコーナー詰めもっと手を出せばよかったってガルシア言ってた通り、デイビスがちょっと若干やりにくそうに嫌がってた感じがしたんですよ。うん、ラッシュでね、ひょっとしたらダウン取るんじゃないかなと思った先でしたからね。まあ結局あのラウンドがもう全てですね。あれで警戒しちゃって、はい、また手数がちょっと出なくなって、アガルシアが、はい、でそこからデイビスのもうなんかちょっと余裕持った動きというか、うん、もうパンチを見切っちゃいましたね。はい、うん、でそこからもう淡々と、まあ、途中ガルシアが取ったかなっていうラウンドもありましたけど、うん、やっぱりでも余裕持ってたのはもう完全にデイビスだと支配してたのは、でまあ最後7ラウンド目のね、このくっついたところからの左ボディ、あれも強烈でしたね。あれはレバーに打ち込んでレバーですね、うん、で多分ガルシアもそこからちょっと秒数が経ったじゃないですか、はい、と思ったけど、やっぱ思った以上に呼吸ができなかったんでしょうね。まあ試合後にね、呼吸ができなかったって言ったぐらいですから、いやでもあのガルシアをあんないとも簡単に倒してしまうのはやっぱりデイビスすごかったな。だからね、今回デイビスはまあガルシアのパンチスピードもあるってこととパンチ力も、まあ、あるっていうのも意識してたんで、すげえ慎重でした。もう今回戦い方超丁寧だったんで、うん、しっかり、ね、ガード上げて足使って前取ってって感じで、本当に今回デイビス一番今までの試合で集中して、うん、繊細に戦ってたなっていうのは感じましたね。やはりそこはガルシアのパンチもあるっていうところでそうですね、だそれを警戒して多分デイビスもすごい多分今回は練習も作戦をすごい練ってたと思うし、いやでもやっぱデイビスただの身体能力のこうなんつうの天才的な動きだけじゃなくて頭もやっぱいいですね。うん、うん、やっぱちゃんと今回の試合に備えて動きをしっかり、うん、集中してこうパンチをもらわないようにさばいていくっていうパターンがやっぱりいつもテレビさんの戦い方とちょっと違ったなっていう。やっぱり体格差リーチ差はありましたもんね。ありましたね、全然。で一覧でもやっぱりねちょっと少しやりづらそうにして、うん、俺ガルシアがポイント取ったかなと思ったんですけど、うん、ただまあやっぱデイビスさんの対応能力がすごいですね。ほんと一瞬でもう流れ変えちゃったんで、うん、いやでは、ね、やっぱり、ね、すごすぎですよ。ダウン自体のダメージはそんなにはなかったですか？あ、1回目のダウンはなかったですね。うん、もう2回目の最後ストップした KO 勝ちになったダウンはもう完全にデイビス、あ、ガルシアがもうまあ多分立とうと思ったら立ってたんでしょうけど、うん、ね、ボディも効いちゃったし、うん、まあ、ちょっと心が折れたかなっていう感じを見ましたね。まあ、もちろんボディ効いたプラス、うん、心がちょっと折れたかなっていうのはなんか見えたなという。まあ、ただね、余計考えてみたらやっぱり
デイビスの対戦相手の質で考えたら、やっぱガルシアも23戦全勝かな、そうですね、全勝でやってますけど、やっぱデイビスの対戦相手のあれ見たら、やっぱりデイビスの方が圧倒的に修羅場をくぐってるなっていう感じはしたんで、まあ今回の試合すげえ笑う面白い試合になって、こう結構なんか五分五分のいい試合なのかなと思ったら、蓋開けてみて終わってみたらもうデイビスの完勝だなっていう、うん、デイビスはあの2ラウンド目のダウン以降やっぱりパンチも散らして、ちょっとやっぱり余裕が少し出ましたね。そうですね、うん、やっぱガルシアが逆にちょっと警戒しすぎて、もうなんかまた入ってった、またカウンター食らうかもっていうような感じに多分なったと思うんですよ、うん、で本来の動きができなくなっちゃったかなっていう、まあ、それをさせなくしてデイビスのやるうまさだった、必要さですね、うんうん、いやこれでライト級がどうなるかっていうのは、来月ねロマチェンコとヘイニーが、ヘイニー、そうだ、これでまあ勝った方と、うん、やると面白いですし、はい、うん、まあ、ロマチェンコはね最近本当にもうずっと、ね、ね、戦争で試合の方も全然できてなかったんで、この試合感覚がね、ロマチェンコもいい年じゃないですか、はい、試合感覚がちょっとどうなのかなっていう心配はありますね、はい、ね、やっぱライト級はめちゃくちゃ熱いですね、そこにシャクールがいて、シャクールはマジで、それこそシャクールデイビスだったら俺はぶっちゃけシャクールかなってやっぱ思っちゃうんですよね。この間の、吉野選手の試合見て思いましたね。だからシャクール、ロマチェンコでも俺はシャクールかなってちょっと思っちゃう感じですね。ロマチェンコは若干その辺と並ぶと少しこう、やっぱね、あの体格っていうかね、パワーが、うん、一番劣っちゃってるかなっていう、うん、まあ元々そんな体大きい選手じゃないんで、はい、そうですね、うん、3階級上げてますから、ね、そうですよね。だからフェザーの時とかはもうね抜群に強かったですけど、うん、まあただ本当に今回のデイビスを見て、やっぱライト級はちょっと層が厚い、そうですね、そこに入り込むね日本人がね、なかなかやっぱ入るのは難しいかなっていう今のところ、まあ、吉野先生あれでしたから、うん、俺はもうちょっといい勝負になるかなと思ったんですけど、やっぱね蓋開けたらやっぱりもうシャクールのうまさが目立って、強さが目立っちゃったなっていう感じだったんで、だデイビス、ロマチェンコ、シャクール、ヘイニー、これの4ツアーもう今一番激アツじゃないですか。そうですね、ボクシングで、は、はい、うん、デイビスはなんか中間されるかもみたいな、ちょっと分かんないですけど、あ、なんかそんな話になってるみたいです ね、 ね、うん、そうだったら寂しいですね。いや、そうですね、見たいカードが、まあただ今回の試合は本当にもうデイビス の、 あの強さ、スピード改めて、ね、感じましたね。やっぱスピード速いですね、一瞬であのカウンター、あれマジちょ、あれ普通にみんな見てるけど、あれカウンターはマジ難しいですよ。こっちに動いてからのこれなんで、うん、なかなかできないパンチですよ。セオリー通りの動きじゃない感じ、ね、じゃないですね。あれは本当絶対ワンテンポ遅れますね、こっちにダックしたら。すごい動きだったな。でもキラッとーンってね、まあまあそんなんでね、デイビス、まあ、強さ見せつけたっていう試合でしたね。まあガルシアはやっぱりちょっとねガードとかも若干顎も合わせたちょっとおろそかだったなっていう部分は、うん、だからデイビスに対してのそのデイビスのスピード強さってものをちょっとまだ少し若干甘く見せたかもしれないですね、うん、まあなんでね、ちょっと今後のねライト級の、ね、展望がすごい楽しみなので、まあまた試合がね決まったら見てまたコメント出していきたいと思いますので、ぜひぜひまた皆さん見てください、どうもありがとうございました、ご視聴ありがとうございました、皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。